92式偵察機92式偵察機は太平洋戦争前に日本陸軍で採用された偵察機である。設計、製造は三菱重工業。初めて純国産のエンジンを搭載した軍用機で日火事変の頃まで使用された。陸軍では地上部隊と協力して偵察や観測、地上攻撃が行える近距離偵察機を求め、 1930年に三菱に対して開発を指示した。三菱ではフランスから招聘したベルミス技師の指導の下で設計を行い、1931年3月に試作第1号機を完成させた。パラソル式の主翼配置の単葉機で胴体の大部分と主翼は金属骨格にハフバリであった。試作機は構造を頑丈にしすぎたため重量型となり、 また重心位置の設計がまずく運動性や操縦性が悪かった。しかし主翼や胴体の再設計、エンジンの乾燥等の改良を重ねた結果陸軍の要求値に到達したため、1932年に92式偵察機として正式採用された。なお、試作4号機からは三菱92式エンジンを搭載したが、これは初めて軍用機に搭載された。 純国産エンジンとなった。主に、河北地方や満州方面において、地上部隊との共同作戦で使用されたが、より優れた94式偵察機が配備されると、本機は、急速に前線から引き上げられた。生産は、三菱と名古屋交渉で行われ、約210機生産された。ありがとうございます。